困ってる。普通に考えれば下から吸い込んだら上から出ていくねんので、質量が保存するためには入った分出ないといけないですよ。それはそうなんですけど、真ん中の上の方低気圧になってて、そのアウトフローの接着ちょっと困るんですけど。中心が低気圧だから吸い込みがあるんじゃないかな。それは単純に、うちの機能は圧力経路に対して、吹き出す流れの方が強いからっていうことだと思うんですけど、まあ、イメージ的にはそうなんですけど、なんか遠心力の数はあるんだけど、でも出る瞬間は遠心力がかかっているんだけど、その後バランスしてしまって遠くまでいかないんじゃないかっていう問題が出てくるんですけど、そうですね。すぐバランスしちゃって、うん、あんまり遠くに行かないような、それでこう、円周に沿って一番外側の矢印がなってきて、そのままくるくる回るようになって、なかなか質量が外で運ばれにくいようなイメージがあるんだけど、ずっと遠くまで遠心力を待つんだ。上空では最後のところまで接線風には、接線風だけにしかならないということにはならない。その図だとあれだよね、バランスしちゃっていうのが違うんだよね。このバランスしちゃう。この図はそうなんだ。実際遠くまで運ばれてくる。で、どんどん溜まっちゃうから。どこまで運ばれていくかっていうやつ。無限まで運ばれてくれないと困る。外の例えば500キロとかそのぐらいのところの半径のところになると高気圧性の循環になったりしているんですけど、今の M 面の話だと多分ゼロのところまでしか行かないですよね。それより外に行かないんじゃないですか。
高圧線の空間のところまで運ばれるかっていうとどうなったかなっていう、まあ、ちょっと分かんないですけど、それは多分上空での内向きの圧力経路がどこまで効いてるかによって決まってくるんじゃないかな。だから実際それが遠方まで内向きの圧力経路が効いていれば多分ブレーキがかかっておかしなことになると思うんですけど、その上空での内向きの圧力経路というのがある程度までで、ゼロになってしまえば、で そこで外向きの流れが流れていれば、そこで圧力経路ゼロになって、よく外まで飛んでいくことができるんじゃないかなというふうに想像はします。でも、フェードがない状態を考えると、こう、燃焼方向に M の方が立ってますね。まあ、それより、そのゼロ出るところよりは外に行けないですよね、外国はね。角度でも外にしてれば、はい。で、今上の方って、外陸ないですよね。エマニュエルとかはこう、ある程度まで行ったら放射で冷やされて、運動上に渡り歩くっていうようなことを言われてますから、それは理論のことを言ってるのけども現実は大変なことで、っていうのはほら、台湾の ICMC に行った時に、誰だったっけ、ボーゲルさんが放射入れないとちっちゃくなっちゃう、放射入れると水流性が大きくなるって言ってるから、現実の待遇としては放射が効いたりとかこういうのは効いて外側に行けるっていうのもあると思うし、純粋な理論でっていうことならばまた話は別だし、放射なしで閉じる話で本当に外に行くんですかっていう話になるとまた違うことになると思うけど、今の議論もどっちの方が立ち位置だ、どっちになってますか、ここじゃない、まずこう理論でこういうのとして大気圧循環で本当に移行できるんですかというのと、現実としては放射があってこう落ちていくからいいんですよとか、そういう話になるし、どっちなんだろう、でもちょっと今放射のない世界の話は分かんないですけど、放射がなかったら安定化して台風は死んじゃうじゃないですか。まあそう、なんかそういうのを除いたアウトフローはあるんですかないですかっていう、そういうふうなプリミティブなプロセスの話をしてるのか、それとも放射も入れてそこでもうじゃあそこで人口が冷やされるからってそこまで考えているのか、それによってそのアウトフローはどうやってできるんですかという議論の立ち位置は変わるんじゃないのって思って、順々にやっていけばいいんじゃない。数値シミュレーションでやると下から上まで吹き上がってなんか1000キロぐらいの飛ばされながら落ちてきて、戻ってくるというようなことを言ってますけど、だから2次元の軸対称モデルでやると どうやら
一応戻ってはくるというか、あの結構な、場所まで飛んでいって戻っていくっていうようなことになっています。でもそれは定常状態なので、ラグラン的に見たときに、ラグラン中のパーセルが、上空に飛ばされたときに、内向きの力にどれぐらい抗えるかで、あのアウトフローの形成した半径というのは決まっているような気がします。要するに最初持ってる速度で吹き飛ばされて、そこから、内向きの力に抗いながら、外に飛ばされていって、最終的に外向きの流れ場、パーセルが持つ外向きの流れ場がゼロになったところまでっていうのがアウトフローの形成距離っていうふうになるんじゃないかなと。すいません、すごいざっくりとしたことしか言えないんですけど、そこに問われるか、名刺力、そうですね、うん、それは、アウトフローの、ピーク半径がどこに飛ぶかっていうので大体分かるかなと思います。要するにそこまでは加速されていて、そこから減速に移るっていうことを表しているので、だから、アウトフローのピーク半径がここまで来てれば、ここまでは外向きの加速の方が勝ってて、そこからは減速に移りますっていうことを表しているんじゃないかなと思います。でそのピーク半径が台風半径のなんか この辺とかにできてると、そこまでは確かに、外向きの加速が勝っていて、そこでストッカーは内向きの加速に、内向きに減速されているっていうので、どう力が働いているのかっていう証明にもなるかなと思います。なんかパーセル交換になったら一区切りなので、休憩します。何分か時間大丈夫です。今時計ボタンが11時20分か15分、今15分から20分の間なので半ぐらいかとします。はい、わかりました。全体のどうなるんですか？3分の1進んだ途中は積極的に飛ばしましょう。いや、まあ、終わったところまでっていうのもありかもしれない。